明けましておめでとうございます。本年もエネルギー推進の一端を担って、共にふるさと和歌山の発展を心から願っています。よろしくご指導のほどお願い申し上げます。綺麗な日々を送りたい。時の流れの中でいつも心優しく生きてゆきたい。語りかける季節、美しく装う。ファッションコレクターサロンドルー。信用と安心をお売りして100年。宝石、時計、メガネの関根はあなたの人生の輝きを見つめます。岩佐町道町、宝石の関根。清酒長久の専門スタッフによる製品研究、こうして厳しいチェックを受けて清酒長久は生まれます。品質の高さで心から酔える、清酒長久。この番組は港組グループ、プロミス、和歌山スバル、清酒長久、日曜大工センター丸町、アルプススレート、ダートコーヒー上島本店、総合結婚式場出雲店、来来軒、松谷仏具店、和歌山引越センター、天山閣、角の組エステティックサロン、アキラ大杉石材店の提供でお送りしました。明けましておめでとうございます。外材輸入のパイオニア、石井産業でございます。本年もよろしくお願い申し上げます。安心してお任せください。ローンズ受講、電話一本であなたのお役に立ちます。 33-4554 長崎や南隣、ローンズ受講をよろしく。明けましておめでとうございます。環境の良い住まいづくりを目指し躍進を続ける糸川不動産は、本年も皆様の希望に沿う住まいづくりに努めます。本年もよろしくお願いいたします。はい、皆さん、おなじみ君寺林の産休新年会ご案内しましょう。豪華な庭園を見て、大きなラジウム温泉のお風呂に入って、食べて飲んで歌ってお土産もついて3900円、今年もよろしく。
いた心にシェイクアップ、優しい風、墨の絵ボート。天然自然木を生かした置物専門の富士工、同じものが2つとありません。製作直売システムで良い品をより安く、新築祝い記念品は置物専門の富士工へ。明けましておめでとうございます。業務用卸と小売りの丸和精肉店では、今年も良い品を安く皆様のお手元にお届けいたします。どうか本年もよろしくご愛顧お願い申し上げます。和歌山県商工信用組合の提供でお送りします。私たちの和歌山、県民の皆様と共に明日を。和歌山県商工信用組合、県信。年末から年始にかけて和歌山市で相次いだ連続強盗事件で、警察から指名手配され逃げていた男が今日逮捕されました。逮捕されたのは、和歌山市生まれで住所不定無職の山崎隆43歳です。山崎は大晦日の夜、和歌山市高城町の酒店に強盗に押し入り、現金1000円を奪った疑いで指名手配されていたもので、この他にも2日と4日の夜に和歌山市谷町と岡山町の民家にナイフを持って強盗に押し入り、現金合わせておよそ7万円を奪って逃げていたものです。山崎は今朝10時過ぎ、和歌山城の動物園内をうろついているところを和歌山西署員に発見され捕まったもので、調べに対して、12月中頃土木作業員の仕事もなくなり、正月を控えて酒代や競輪などのギャンブルに使う小遣いがなくなったため、強盗を重ねたと自供しております。和歌山市は大企業を誘致する前に地場産業の整備を図ることになり、58年度中に企業団地の造成に着手します。これは今日の年頭記者会見で宇治田市長が明らかにしたもので、和歌山市が市内北部の土地10万平方メートルを造成して、各企業に安い価格で売却し、一大企業団地を作ります。すでに団地への進出を希望している企業は30社から40社に上っており、造成が終わる59年の秋ごろから各企業の工場建設がスタートします。現在家内工業的な地場企業は市内の中心部に散在しておりますが、この企業団地が完成すれば近代化されて一堂に集められることになり、宇治田市長も誘致する大企業の下請けを県外の企業に持っていかれないようにしたいと話しております。一方、大企業の誘致は今年中にめどをつけたいとしており、すでに進出予定地の 60% を買収しているほか、進出してくる弱電企業は和歌山市に税金が落ちるように、和歌山に本社を持つ会社にしたいとしております。また都市整備は和歌山市駅周辺を整備することになり、地元商店街とも相談して今年中に再開発の基本構想を策定するほか、駅前広場をカラー舗装をしたり噴水を設置するなど整備することにしております。正月三が日、県内の神社仏閣への初詣に出かけた人は58万人と、昨年より1万人減少しました。県警の調べによりますと、県内の神社仏閣の中で最も初詣客が多かったのは、和歌山市の西善宮で14万人が参拝、
次いで君井寺81,300人、新宮市の熊野早玉神社50,000人、熊野那智大社44,500人、田辺市の統計神社38,000人、また根室寺や小川寺、熊野本宮大社には30,000人の初詣の参拝客が訪れるなど、県内の主な神社仏閣には合わせて58,000人の初詣客がありました。一方、正月三が日は例年に比べて交通事故による死者がなかったものの、和歌山市や長郡では強盗事件や放火事件が相次ぐという不況下を反映した事件が発生する新年の幕開けとなりました。県警は今日、警察官427人を動員して年頭視閲式を和歌山市の君井寺運動公園で行いました。この年頭視閲式は新春を飾る県警の行事の一つとして毎年恒例となりましたが、今年の視閲式には県警の機動隊や和歌山市と海南岩手の5つの警察署から合わせて427人の警察官や交通巡視員が参加しました。式では根本県警本部長や来賓の梶谷知事らが各部隊を巡閲した後、部隊別の分列行進や33台の白バイ、22台のパトロカーなどが車両パレードを行いました。席上根本本部長は不況下での治安情勢を取り上げ、今年の情勢は警察にとっても昨年以上に厳しいものとなるが、これに対応し県民の安全を守る県民と共にある警察活動の推進に当たってほしいと訓示しました。この後、交通機動隊員らによる白バイ24台がドリル走行などの妙技を披露し、年頭の視閲式を終えました。葛城社友会の写真展が今日から和歌山市の県立近代美術館で始まり、訪れた人の目を楽しませております。葛城社友会は糸郡の葛城町に住む写真の好きな人の集まりで、昭和47年に設立されました。そして10年経ったら和歌山市の近代美術館で写真展を開こうを合言葉に、毎年加世田公民館で写真展を開き腕を磨いてきました。そして10年目の今年、夢が実り県立近代美術館でこの写真展を開くことになったものです。会場には17歳から58歳までの会員12人が持ち寄った作品78点が出品され、訪れた人の目を